吉田さん、いろんな物事の視点ってありますよね。ところでね、今ねこんなチラシが来たんですよ。エホバの証人などの異端に気をつけてくださいということで、キリスト福音新聞っていうところがね入ってました。この多分キリスト教のなんかのね宗教だと思いますけども、やっぱ他者が正しいということになると、ここが間違ってるっていうことになるんで、他者を否定せざるを得ないということですよね。ただ本来神様っていうのはいろんな考え方があっていいんだよと。今は人間たちはいろんな考え方を持ってるから、それを統一していこうねっていう歩みの途中だと思うんですよ。今日の時点で違う考えからだからといってね、なんかこういうふうに足ざまに否定するもんでもないかなと思いますけども、どうなんですかね。なんかこの宗教団体っていうのは他を攻撃することに一生懸命なんですよね。だから他者の考えとか意見はいいじゃないですかと、自分たちのやることをやっとけばいいんじゃないかなと私は思うんですよ。それぞれにいいところがあり、それぞれに救われている人がいて、それぞれに不正をしている人がいると。だからね、このキリスト福音新聞というのも出してますけども、ここも360度綺麗だと私思わないんですよ、まあなんせね、ここに参加しようって気にならない人が大半いるってことが何よりの証拠ですよね、で、これポストにポンと入れてますけども、誰かが泣いてるんじゃないですかね。よくわからんけどね。まあ、基本的にはラブ&ピースみたいなことしてると思うんですよ、こういうところは。でも一点、他者に気をつけろと言ってね、これで間違った情報なのかどうか分かりませんけども、勝手な言い分をこうやって名指しでやるもんでもないかなと思うんですよね。まあ、これをね、私たちのコミュニケーションに当てはめていくと、自分とは違った考え方を主張する人がいるからといって、それを別に論破しに行かなくていいじゃんってね。自分と気が合う仲間とだけやっていけばよくって、それこそね、世界を支配しようと思ったら統一戦線というのが必要になってくると思いますけども、そんなにねたくさん自分の世界を広げようと思ってないと思うんで、広げれる力量もないと思いますんでね、だから基本的にはその誰にも忖度しないように自分だけでいいんじゃないかなと思うんですよ。自分だけでいれば意見が合うとき合わないとき、いろんな人がいると思いますよ。瞬間的に合わないからといって全人格を否定することとかね、自分の正しさを主張したいがために、まあ、誰かのことをね一方的にこうやってね悪く書いてみたりとか悪く思ってみたりみたいなのがあるうちは、まだまだ未熟者めと言ってね、神様に怒られそうですね。ということでね、今回はすごいですね、何ダイソーの観葉植物で5万回、いや思いつきませんでした。でもありえるなと思います。これこそまさに誰もが手に入れられるもので、巨万の富、大きな再生数を稼ぐ方法じゃないですか。多くの人はね、特別なことをしなければ再生数が上がらないとか、特別な人でないと再生数がもらえないと YouTube で成功しないって思っちゃってるんですよ。だからね、いつも思いますね。いや、誰もができることをなんとなくやってればそれが当たることもあるんで、私たちはできないことをね一生懸命やり続けるんではなくて、たまには挑戦もするんですけども、基本的には自分のできることをずっと地道にやっていけば、そこでブレイクが訪れるんじゃないかなというようなね、そんな感じですよね。まあ、だからダイソーに行ってみて、それでなんか一山当てる方法とかも昔からあったわけですよ。まだダイソーがね、多店舗展開の途中、まだ全国にない時っていうのは、ダイソーで買ったなんかおちょことかね、扇子とかね、ああいったものをなんか和風セットとか言って、なんか1500円とか3000円とかで海外に売ってる人もいましたからね本当にね、ダイソー転売なんてあったわけですよ。まあ、今はもうとてもできないと思いますけどね、店舗が全部行き渡っちゃったし、ダイソー以外にもいろんな百均ありますんでね。だから瞬間的にそれで儲かるっていうことはあると思いますしね。だからといって今それで儲かる方法だよって言っても、多分誰も見向きにしないと思うんですよ。昔儲かった方法だよっていうふうな思い出話でできると思いますけども、だからその物事の価値とか考え方っていうのは、変わり続けるんで、自分がこうだよと思っていても他者に当てはまらなかったり、数日経ってみたら自分にも当てはまらなかったりしますんで、まあ、いつも頭柔軟にね、成功例ほど自分の足を止めますからね、だからまあ成功例もそれにおんぶに抱っこするんじゃなくって、その瞬間それで成功したというだけ、それに過ぎないと思って、またね、繰り返し同じことをするんじゃなくって、やっぱり別のことにトライしていくってことが必要なのかなと思いますね。まあどうですかね、まあ、そうは言ってもね、自分で考えて自分で決めて自分で決断することですからね。まあそんな感じですか。まあ、なんですかね、やっぱり例えて言えば、この吉谷さんとのやり取りっていうのはね、結構コメントも入れると思うんですけども、ちょっとここでね、どういうことなのかっていうと、吉谷さんと私がね、
ファミレスで2人でコーヒー飲みながら雑談してるんですよ。で、他の視聴者さんっていうのはそのファミレスの中にはいるけれども、その私と吉田さんの会話に積極的にこう入ってきにくいっていう形ですね。形でコメントを書くってことはこっちなんかボソボソってつぶやくような感じなんですよ。で、それに気づくこともあるし、大半は気づかないし、で気づいていてもまあそれにね、ああ実はこうなんですよって話すことはあんまりないの。たまにあるんですよね。まあでも基本的には私と吉田さんが一人対一人でね、ただあれでもないこうでもないって言ってるだけですからね、だからコメントをねくださる方とかもいると思いますけども、私は見ることがあるんですけども、まあでもね、見ないことの方が多いですね、このやり取りに関しましては。他のあの速稼塾の動画とかだったらね、コメントは必ず見るんですけども、この億万長者合宿はね、私とユニセンのキャッチボールですからね、まあでもなんかコメントをいただけるのはちょっとありがたいなと思うんで、これから読み返してみようかと思います。それでは。